はい、ご視聴いただきありがとうございます。クリスマス企画ですね、クリボッチ、ね、やっております。まあね、鹿児島と青森からね、お願いしますっていうことで、鹿児島と青森、こんな感じでね、やってますけど、青森の方はあれだね、安定しそうかな、多分。南部さんと、ね、手が組めそうだね、なんか、なんとなくね。まあ、同盟結べれれば、同盟結んで、まあ、そこから、ね、周りの売りをバーっとちょっと取っていければ、東北の方はいいかなと。ただ、東北の武将一人もいないから。で、まあ、こっちは伊藤家をですね、前回滅ぼしたんですけど、かしこまった。パーからに狙われたということで。護衛しようかな。かしこまった。ボレーアブが欲しかったな。特に何もできないんだよね、これ。ただこれもしかしろとするとだよ。これ、勝てるかもしれない、城で。我が志、必ずや果たしてみせる。勝てないか。これ、あれだ。こっちに行こう。移動しよう。1367なんで待機する。ここで入場。我に続け。行けば勝てるかもしれない。手を打ちましょう。我に続け。さすがに行きます。ギリかな、これ。報告いたします。ギリギリかな。先月の終身です。名簿。ギリギリ勝てるか勝てないかギリギリだね。かしこまった。特に何もやることないもんね。あ、間に合った間に合った。このようなところで立ち止まれぬ。そのままちょっとこっち行ってみる。無理やね。こっち行ってみる。我に続け。出てきたね。1200。いいんじゃないいいんじゃない。合流すりゃいいんじゃない。会議入れとこうか。で、3部隊で一括で出陣する。こんなとこで合流なんか、集結こんな場所でできるの。ここで集結しようよ。3日22日。ここにいたらダメだよね。ちょっと部分騎乗だね。部分騎乗して、これを出陣でこっちに持っていって、いやー、知らなかった。この敵地でも集結できるって知らなかったね。出陣する。手を打ちましょう。守り上げ上げはダメだね。こっちだ、上げ上げ。上げ上げか。こっち行こうか。出陣する。上げ上げで当たるか。手を打ちましょう。いやー、上げ上げしかないじゃん。きついね。まあ、いや、こっちで。出陣する。1200と1600だったら勝てるんじゃないの。我が志、必ずや果たしてみせる。なんか歩兵し直しをなんか一生懸命やってる。2900。
厳しいね。やっぱり帰ろう。進め。帰って、ここら辺に武将入れて持ってこようか。商いを始めましょう。報告いたします。名簿。配属でここに一人入れて。ここにも一人入れて。かしこまった。でも2900には行くのかな。ああ、行きそうだ。2900になりそうだね。いいね、いいね、いいね。待機する。合流。全軍持ってきます。我に続け。2900しか出さないんですよ。しましょう。我に続け。いや、大友貸さないでよ。大友さん貸しちゃダメだよ。うん。貸さないね。報告いたします。大丈夫だね。先月の収支です。あ、委任やってないね。これより表彰を始める。委任やってないこれ。忘れてた。商業。今すごしいね。21、25、16。これにて表彰を終える。名簿。委任やろう。商業農業配属人で、開発カスタムに。うん。勝てるね。最初でしょ、勝てます。天下を滑るのは、勝ち続けるのみ。強行三条に強保証しよう。いい感じだね。うん。2は B の方行けばいいね。57。全面回復46お願いします。はい、それでいいのかなって。貴様の部では。だからさ、バカだね。自分から勢い余ってね、戦争仕掛けてきたのに。行くぞ。うん。負けて。我に続け。あそこぼっちです。城、なんか九州と、ね、うん、鹿児島と青森に持ってるぜと。助立いたす。行けば勝てるんじゃね？報告いたします。そう思ったんだろうね。下地。ということでね。かしこまった。阿蘇県も参加してきたね。防衛しよう。ただ武将欲しいんだよね、こっちがね。武将が欲しい。おお、武将取れるわ取れるわ。ああ、よかったよかったよかった。これはいいよ、美味しいですよ。商いを始めましょう。報告いたします。
先月の収支です。名簿。いいんじゃないんですか。かしこまった。開発撤去して選択。なんかいっぱいいろんないらないものがある。後半いらないね。武芸塾とかもいらないね。新設で漁村とか作っとこうか。おお、いっぱいあるいっぱいあるいっぱいある。漁村はっ。かしこまった。かしこまりました。はっ。農地あるね。ここか。かしこまった。いい感じになってきたかもしれないね、これね。うん、ほっとする子ね。これで6人入ってくる。うん、いいんじゃないの。ただ、青森の方には移動してくれないっぽいけど。この城、もらい受ける。よし、相良さんね、入りました。そしたら、どっちの、あれが、仲良くしてくれてるのかわかんないんだよね。あ、こっちが仲良くしてる。そしたら、こっち行ってもいいね。これ、同盟関係とかじゃないよね、多分。同盟関係じゃない、仲が悪いね。2000ちょい。一回返そう。報告いたす。先月の収支です。これが次は島津の、ね、表情を始める。商業と軍事にね。31、22、26がいる。24がいる。これにて、表情を終える。農兵長を取ろう。あ、商業これ取ろう。ゲチよ。まあこれ、1ヶ月遅れば多分そのまま、多分どっか移動させてくれると思うんで。商業進めて。はっ。護衛しよう。はっ。じゃあちょっと進めよう。うん、結構移動してくれたね。問題ないね。うん。ただ北海道に、北海道じゃない。青森の方に移動してほしいんだけど。移動してくれないと何にもならないんだけどね。あれしよう。神殿、あ、君の途中だから無理だね。宣戦布告します。こっちはね、通商関係なので、こっちだね。我が部、その身で知るがよい。助立ちいたす。こんなさ、ねえ。青森の方からね、助立ちいたすと言われてもね。3000もいるね。進め。こっちも行こうか。守り上げ。守り上げ、変わらないね。
そんないらない。3000いればいい。進め。ちょ、毎月の兵糧がね、ちょっときつくなってくるかもしれないね。報告いたします。先月の収支です。ご命令を。2300で出してきてくれた。これはでかいですよ。はっ。こっちも1800出してきてくれる。これでかいですね。じゃあ進めていきましょう。あー、手紙あげるの忘れた。 手紙やなきゃまずい。このようなところで立ち止まれぬ。我らの勝ちを、勝ち抜きをあげよう。手を打ちましょう。我に続け。さらに領土が増えたね。再配試合だけど勝てますね、これね。天下を滑るのは勝ち続けるのみ。強行で飛んだぐらい。8日、いいね。では我らは止められぬ。いいねいいねいいね。進め。これは取れたらでかいよこれ。うん、もうあれじゃない、あの九州から攻め込めるような感じの状態になりそうだね。うん、結構順にし、旅行16日、いいね、いいね、いいね。報告いたします。さすがにね、あの、ご命令、あれだね、あそこ、うん。これ、あの、ね、ここ、あの、ここですね、阿蘇家が協力してくれたおかげで、あれでしたけどね、そんないい状態まで持ってこれたんですけど、阿蘇家が協力してくれなきゃ、多分、うん。こんなじいい状況にはなってなかったとは思いますけどね。はっ。うん、防衛しよう。かしこまりました。はっ。ただあれだね、青森の方、何も鉄使ってたね。うん、両方攻めてるとあれだね、兵糧持たないからしょうがないんだね。この城、もらい受ける。かたじけない。これ返そうか。ではね、進めていきます。これもあとちょっとじゃないの？あと8日。すぐですね。使いの者が来たようです。いや、従属無理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 、拒否です拒否です。あのね、従属させると武将が欲しいから、こっち武将がいないから。いや、だって見ればわかるよね。あの、うん、一応拠点級の武将12だからね、あれだけど、これで20人になるんで、ね、そしたらそっちの方が欲しいですね。もらい受ける。はい、ということでね、とりあえずね、返しましょう。うん、いやー、でもいい感じになったんじゃないの。うん、まあこっちはこっちはちょっと、うん、どうなるかわからないですけど、うん、攻め込まれた時点で終わりますけどね。うん、まあ進めていきます。木本さん、神殿はいらないです。こんな収支、報告片付く満々ですから。先月の収支です。これより表情を始める。だね、ザフはいらないですわ。うん、いいかな。商業軍事で40、32、30。これにて
表情を終える。富士商業今進めますね。ゲチよ、相性の2枚進めるようになりました。お得です。で、金銭もそこそこ買えるようになったんで、神殿をねしていこう。かしこまりました。上限まで上げて、あとで同盟結びたいんでね。はい、ということで第2話どうなるかね、悩んじゃったりとかしてたんですけど、なんとなくね形できてきた感じだね、うん、と思います。はい。まあ、とりあえず、青森の方は、後々見ていきたいなと思います。ご視聴いただき、ありがとうございました。